追いついての2対2、この90分どう振り返りますか。まあ、結果的に引き分けで終わったことは、まあ、よしとするのか、まあ、勝ちで終わりたかったですけども、まあ、なんとなくこう押し込まれる時間帯が長かったんですけれども、まあ、相手の攻撃はシンプルに分かることが多くて、まあ、そこの競り合いのところで、まあ、やられてしまったので、まあ、その失点はもったいなかったなっていうふうに思いますし、まあ、攻撃のところでもちょっとテンポ上がらずに、なんとなく消化不良な感じで終わってしまったので、まあ、でもアメリカ相手に、まあ、2対2で終われたことをポジティブに捉えて、まあ、次に向かいたいなというふうに思います。今具体的におっしゃった課題のあたりというのはどういうふうにすれば改善できるというふうに今お考えでしょうか。まあ、相手のあることではありますけれども、まあ、シンプルにその自分たちのパススピードのところは改善できると思いますし、まあ、最後の1対1のゴール前での競り合いというところに関してはクロスのところっていうのは、まあ、自分たちのウィークでもあるので、まあ、そこら辺は改善できるかなと思います。あと今日は5人新戦力を使いました。狙いそして、まあ評価というのはいかがでしょうか。みんなこういう舞台でしたけれども臆せずやってくれたと思いますし、まだまだできること多いかなというふうに思うので、またあと2戦あるので、まあ、23人全員で戦いたいなというふうに思います。中2日で次ブラジル戦です。まあ、今日出た課題改善しながらどう戦っていきますか。まあ、やはり大会に来たからには優勝を狙っているので、まあ、もちろん勝つことはもちろんですけど、まあ、またタイプの違う相手ですし、まあ、しっかり選手の話をして勝ち切りたいと思います。ありがとうございました。